ツイッターで今、北方でゴロ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 鳴っているという情報をいただきました、はい、ちょうど今、雷雲が通過してます、いわゆる春の雷、春雷なんですけれども、はいえー、これがですね、このあと弱まりながらですね、うん、あの こう広がっていくような状況ですので、特にねもしかしたらこの県南の方でもちょっとゴロ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 なるかもしれません。あの降り方はですね一時的にザっと降るという雨ですけれども、まあ大雨には至りませんのでそこは安心をしていただきたいと思います。さあ今日なんですけれどもえ桜のですね話題をお伝えをしたいと思います。今日のですねこの状況四月四日えこれは忍濃山のですね開花した日ですね開花した日の状況です。 3日前の状況ですね今の忍山の状況を見てみましょうかはい 今の忍山だいぶ色づいてきましたねだいぶ色づいてますよね、はい、ただその標本木がどれぐらい咲いてるかはちょっと今一つわからないですよね、うん、こからだと分からないですねこういう質問も来ております、はいはい、えー、明日忍山や花火散歩をしたいんですが、うん、え咲、ー、き具合はどれぐらいでしょうか気になってる人多いんじゃないでしょうかねえではこちらで見てみましょうか、はい、えー、これが4月4日開花した日、はい、で私行ってきましたおこんな感じどうですか だいぶ花開いてきてますね。これだとね、だいぶ五分咲きぐらいだと思います、ね。五分咲きですか。であの今夜最下部でちょっと雨に当たって、はい、明日また天気回復しますから。はい、つまり明日満開ということになると思います。ええー、いよいよ来ましたね。いよいよ満開のですね、はい、桜の春がやってきます。さあ、ここで満開になると、気になるのが滝桜でございます。はい、ええー、一本桜番付の横綱滝桜ですけれども、えーえー、こちらはですね。 今日の滝桜はどうですかまだつぼみ、ただ日当たりのいいところはもう咲きそうということなんで、はい、こちらちょっと見てみましょうか、はい、下の方なんですけれども、ど下の方はこちらでございます、はい、滝桜は明日開花、はい、来週が見頃になるということになりますで。 えー、で、八重樫さん、はい、八重さんは花より何ですか。花よりまるまる。あの、団子。花より団子。ですねはい、えー、お花見の食べ物といえば、花よりまるまるですけど、これ驚きます、皆さん。違うんですか。北海道は。はい。花よりジンギスカン、はい。ええー。 北海道は花見ジンギスカン春は丸山公園がもくもくになります初めて聞きました八重樫さん聞いたことないかもしれないけど八重樫さんの地元宮城県気仙沼市花見ホルモンですから気仙沼ではホルモンを食べながらお花見をするというそういう文化は豪快でいいですねお肉食べながらだから必ずしも花見団をだけじゃないでは全国的な傾向としてはどうなのかなんですが福島県はお花見に欠かせない食べ物やっぱりピンク色 団子ですよね定番ですねでその中でも団子、えー、支持率なんですが、えー、福島県は全国の中で三番目のお団子支持率ということで高い <laughs> 花より団子派が多いそこでじゃあ花より団子その団子で、えー、好きなのものを皆さんから聞きました、はい、もちろん原平団子です春が来たという風物詩ですねこれね、はい、郡山の方はこれが来ると春を感じます、うんはい、明治時代から百年以上続く花見団子です、うん、団子は 米粉とですね、水飲みの手作り。シンプル。毎年4月いっぱいの限定販売ということなので。貴重ですね。貴重ですね。それから足立川原では、ええ、足立川原の大福、大福屋さんの花見団子がソウルフードになってます。そして、県南の方はやっぱり南湖団子ですよね。はい、ことですね。もちもち。いよいよですね。花より団子派じゃない方も、団子より花派の方もですね。この週末からは桜の春が来そうなんですが。花見といえば、やっぱりこれですよね。 これ実は1974年、48年前の福テレニュースなんですけれどもえこれからですね、宴会の様子が出てきますこんな感じで宴会しておりましたはい、楽しそうでしょそして桜の前でこれからですね はい、踊りりますす盛上がってねククラシッでよなぜ桜だけ花見なのか、なぜ花見に宴会なのか、このあと出てくるお父さんがですねちょっと飲みすぎちゃうんですよ、このあと出てきます、ほら、ちょっと手前のお父さんがちょっと飲みすぎちゃって、もう意識がちょっとねっていう状況になっておりますさあ、桜の前でなぜ花見をするのか、そもそもですね、桜の名前はなぜ桜というのき綺麗な響きですけど、なんででしょう。 皆さん覚えておいてください。さって山の神のことだ。へ<ー>くらって座ることで、山の神が春になると里に降りてさ桜の花,花に宿るっていう風に昔から言われていて、<ー>その神を出前で迎えることが花見のルーツだという桜博士の大原さん。へ神だったんですね桜はそう、<ー>これが来ると農業を始めるよという。ああ、アイ神様が降りてきたよというそういう合図なんです。で、花見を娯楽にしたのはあの武将です。誰でしょう？誰かというと実は、はい。 豊臣秀吉だった、京都の醍醐寺に700本の桜を植えて盛大な花見の宴を開く花見宴会のルーツだった、女中さんとかたくさん連れて行ったという。だいぶ前からあったんですね、そうなんです <laughs> これがあの酒を飲むルーツでございました<ー>さあソメイヨシノがなぜ日本に多いのか川沿いの多いのかなんですが、はいはい、ソメイヨシノって成長が早いから広がったんだって。 ちなみにソメイっていうのは東京都のソメイ村から来てます地名かからなんですそうなんですそこの植木屋さんが改良したというのがルーツですで日露戦争の戦勝記念で全国的に広まって川沿いに植えられたのは桜の根が昔は水をきれいにするという俗説があったから今は植えないですよ堤防が弱まっちゃうんで昔はそういうルーツがあったということですで最後ですなぜ福島県の一本桜の多くはソメイ吉野じゃないのか江戸悲願なのかこれも不れです はい昔はソメイヨシノやっぱりなかったの、はい、江戸時代の前は、はい、江戸彼岸が墓などの目印として植えられてたの、<ー>で江戸彼岸は数百年から1000年の寿命がある、滝桜もそうですよね、周りの草木が枯れても江戸彼岸だけ残って、江戸彼岸の一本桜が多いということなんです、それでこう堂々と生えてるんですねの江戸彼岸の一本桜、6時台でですね、はい、どこが咲いてるのかお伝えをしたいと思います。うん